どうも、はじめです。私はね、今IKEA の方に来ておりまして、まあ、お腹が空いたなと。で、実は IKEA の方にはなんとこちらレストランがございます。というわけで、もうずっとね気になってたわけよ。ここにレストランあんだと。で、こうなんか美味しいらしいんで、ちょっとね、中入って食べてみましょうというのが今日の企画でございます。はい、では行ってみましょう。これがおすすめのメニューなのかな、まあ、ミートボール、サーモン、チキンテンダー。このミートボールは前、まあ、セカンドチャンネルの方で料理したよね、のあのミートボールだと思うわ。で、サーモンとかチキンとか、まあ、値段もそんなにね高くないんで、美味しいのかちょっとね食べてみましょう。ちょっとシステムがいまいちわかんないですけど、ここでトレーを取ってなんか買うのかなって感じかな。あ、ここでピックしていくんだ。こんなんめちゃめちゃ美味しそうじゃん。マリネードサーモン、どういうことなんだろう。これいってみましょう。美味しそう。値段がわからない。ワンチキンテンダー、何にしようかな。サーモンボールプリーズ。揚げ物ですね。チキンテンダーズ。いや、サーモン。結構な量だな。一応ソーダも買ったので、出たー。マジか。薄いコーラ入ってるから。どっちだよ。出たー。これは出るのね。ライトコーラ。はい、というわけでね、今回、食べるものがチキンテンダースで、サーモンボールで、マリネーデッドアーティクル、まあ、サーモンなのかな。$6.99、$4.99、$5.49で、これが$1.25。炭酸が抜けてる。こちらが、まあ、IKEA の飯、IKEA 飯ですね。早速食べていきましょう。これがねうまそうだったんで、ちょっと買ってみたんですよ。レモンキュッといっちゃうから、キュッと。いいですね、めっちゃうまそう。これこれを挟んで、いやーこれワインとか飲みたくなっちゃうね。いただきます。あーでもちょっとしょっぱいね。ちょっとしょっぱいけど、これが$5.50。これ居酒屋だとありえないですよ。ちょいしょっぱいけどね。一杯行きたいですわ、これで。で、この、ポテト。付け合わせのね。悪くない。味もしっかりしてる。やっぱこう家族でここに来て、ちょっとまあ昼飯食おうかみたいなことだと思うんですけど、値段も安いし、これはありです。じゃあ次はこちらサーモンボール。やっぱ北欧といったらサーモンでしょ。絶対うまいです。これもなるほど。パッサパサ。味は美味しいけど、なんだろう、これ作り置きでずっと置いてたからすんげえドライ。ちなみにね、隣で食べてるお姉ちゃん、あのミートボール頼んだんですけど、多分、ね、文句言いに行ったもんね。これちょっとドライすぎるんだけど、どうにかなんないみたいな。どうにもなりません、マネージャー呼びますからね。ちょっと戦ってました、隣の人。
これもね、うん、美味しい。マッシュポテト、マッシュポテト。最後こちら行きましょう。チキンテンダー、このランチとケチャップをミックスする感じで、うわ、いただきます。お、うまい。ちょっとこれの後だったんで、めちゃめちゃパッサパサなのかなと思って全然期待しなかった。ジューシー、あ、これはうまいよ。うん、ちょっとこれ残念だったね。いや、うまいですね。値段の割にね、このボリュームで、うん、これはいいんじゃないですか。日本のアイケア飯とかもどうなのかね。ちょっと日本のアイケアに行ったことがないんであれなんですけど、もしかしたらすごい美味しいかもしれない。幸せのルートだわ。うん、完食しました。さあ、アメリカのアイケア飯いかがだったでしょうか。最初めちゃめちゃ腹減ったんで、うめえうめえってこう食ってたけどね、冷静になって飯食ってる時ね、考えてみて、やっぱね、こう、おすすめはできない。チキンテンダーは多分 KFC で食べるチキンテンダーよりもうまかったと思う。あとはね、ちょっと特にこれね、このサーモンボール、すんげえ臭いの。まあ味は、うん、美味しい美味しい、うん、まあ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 ね、あのスモークサーモン、これはね、一口目すごい美味しいんですけど、すんげえしょっぱいのね、水が止まんなくなるぐらい腹減ったらね、すごい美味しいと思う。なので、まあ、アメリカのアイケアに来てお腹すいたな。で、ここに来るときはチキンテンダー、これをね、行っていただきたい、うん、あと水も美味しかった。まあ、日本のね、アイケア飯、日本のアイケアレストランのご飯はね、もっと美味しいかもしれない。それはね、日本人が作ってるし、日本人に合わせてるから。やっぱアメリカのこういうとこはね、ちょっとまあ残念なところはあります、正直。はい、というわけで今日はアイケア飯食べてみたでした。ありがとうございます。よかったと思ったらグッドボタン。いや、こんなまずいまずいとか言っちゃダメ、言っちゃって。チャンネル登録もよろしくね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe buttonFollow Pajime on Twitter and Instagram, and we hope to see you back again soon. 片付け出してるな。